成してるね。うん、何がしたいの。いや、その2度、100ギリ引退セレモニーが引退するんでしょ。引退するんでしょ、次の動画でしないために今調整をしてるんだけど、うん、やっぱ UT とかさ、うん、使う機会も多いって、ね、多いでしょ、だから、うん、いやでもね、間違いなくそれじゃないよ、君の100切れない理由は。嘘、アプローチでしょ、どう考えても。アプローチがね、絶対違う、これじゃないよ。スーパー下手なんだよ。でもちょっとね、インスタとかツイッターに上げてると、うんうん、練習ちょっとしてるんだけど、うん、見たほうがいい、ちょっと俺の。どうぞどうぞ。秘策は100切れ。何が下手かというと、50ヤードぐらいはね、いいんですよ、はいはい、50ヤードぐらいは結構強めに振って、はい、パーンっていけるからいいんだけど、10ヤードとか、まず10ヤードからいってみますか。こっからさ、例えばそこにタイミング乗せたりとかするのが、うん、クソみたいなで、ちょっと最近やって、今までやってたのは、うん、普通にこうやって構えて、こうやってやる、うん、打ったりとか、スクートップがすごい多かったから、うん、で、バッチンは強くなりすぎて、うん、ということで、こうするやつがすごい。クロートっぽい雰囲気だけは出てるよね。これやると、これインから入れれないのさ、うん、足がじゃなくて。で、しかも勝手に開くから、そこに映る。トップした今。これね、マジでやばい。普通にやろうよ、普通に。ダメ？普通に？うん。ちょっと。いいんだけどさ。普通にこうやって。そう、普通で10ヤード打ってみて。白いね。うん。いいんじゃないの？いやー、いいかも。怖い。20ヤード。いや。どこだ？ちょっと届かない。はい。20って意外と大きいんだ。うん、足揃えるんだ。オープンにしないの、ちょっと。こうは、はあ、はあ、いやこれぐらい。オープンにして右足の前に行っちゃうよね、そしたら。こうは、この状態。いや、そんなに。こう、これぐらい。結構やりすぎじゃないの。もうちょっと。こうぐらい。そう。これやるとね、ダフるんだ。だからもう思いっきり20。うん。ああ、今ピックしてる。なんか成功率悪いね。なんだ、滑らそうと思って。いや、もうさ、左足に体重乗っかって100ゼロで。そう。そう。心ちゃんがやってたやつ。あ、そうなの。やってたと。そう。お。いやー、でもね。違う。変に作ってる。うん、まあ、いいか。心ちゃんもこう出たんですよ。もうちょっとさ、今低くない？低い。ちょっとやらしてよ、なんか。うまい。うまい。ちょっと足りない？高くていい球、それぐらいね、ポワンって出したいのさ。これ？それ何度？54？俺今56だよ。うん、うまい。高すぎる。いや、あれいう球がいい。俺もああいう球がいいっす、ハタンさん。私こっちの方が寝てる。寝てるでしょ。
あれちょっと今トップだよね、すくった感じだね。ああ低めだよ今俺のより。軽くない？いやだって105だもん、ダイナミック。低く出ちゃう？うん、なんで？バランス？あーいい高さ。あでも230ヤード。え？俺が下手なの？ちょっと貸してよさ、それ。いい。音もすごくいい。ちょっと貸して。ブルスがあるんじゃん。ブースがある分、球上がりやすいのかね。ああ。来たのがブースが上がる。ちょっと違うですか。うん。ちょっとじゃあ、シュート。だった。だって。俺、マジで怖い。入りがやっぱ良くないんだ。これいい。うん。いい打ちやすい。こっちの重さが効いてる。いい。うん、右出てないよ今の。ちょっと出てる。使わせない。音が良くないんだよ、ね、そっちゃ。うん、これまずいよ。引退か。引退ですか。引退これまずい。どうすんじゃん、こっから練習は。いや、こっからやっぱアプローチを重心。重心重心できますか。重心さんがないか。俺今回ほんと遠距離でいろいろミスってる、うん。普通にやれば100切れるはずだと思うけど、今年半分ぐらい100叩いてる。半分以上、半分ぐらい。80後半か100かみたいな、うん、わけわかんないなのばっかりなんだよね。95とかもある、はいはいはい、あるんだけど、この波の幅がね、とんでもないことになる。結構の割合で100超えてるよね。あとね、4連続100とか、うん、でまずアプローチ練習と、まあ、アイアン最近安定してる、うん、とドライバー、うん、ドライバーのソロは、そうだね、ドライバーとアプローチだな。そうは言ったら道中多少だけでもさ、うん、2、3打でまあグリーン周りこと考えたらやっぱり3、4打ぐらいで行くわけじゃん。そうだね。そこから乗せてワンパットかツーパット、あ、ワンパットな。逆にね、40ヤードとか50ヤードは結構うまく、うん、これ最近練習したんだけど、ちょっとスピンかける感じ。スピンのこと一回忘れようぜ。ねえ、スピンのこと一回忘れよう。今普通にアプローチ、これが安定してるんですよ。4、50ヤード。うん、アプローチとマネジメントじゃないか。マネジメントアドバイスさ、得意のローショットどうすんの。どこがいらないよ。封印するんだよ、やっぱり。はい、僕なんて一回もやんないよ。結局それか。憧れはあるけど、あれでさ、100叩いたことがあってもう YouTube できないんだよ。こんなに頑張ってきたら、自分のせいで終わらせたくない。いやー、本当に20ヤード以下のアプローチが本当にやばいから、これからもうちょっと詰めて練習して、皆さん応援してください、ぜひ。よろしくお願いします。あとね、ランニングも頑張るから、俺足腰鍛えるから。1日5食とか食った方がいいって。何回も言って。初めてやつ。
2度クラウンがちょっと、ね、お値段的にもちょっと時期的にも厳しいからこれなんで、はい、今まで一回も動画で来たことない2度2度で実際来たことある逆にある95とか1回とか2回ぐらい2度難しいよね100ミリ目指して頑張ります、はい、ぜひ応援よろしくお願いいたします、はい。